シェルチャンネル。でまあそう,そうはそうなんだけど環境としては贅沢だくだ、ね、でね,ね人件費ってのはものすごく高いわけで、うん、でそういう場だからせっかくだからね、えー、大いにその有効利用するって利用するって言っ怒られちゃうかもしれないけど、えー、というじゃあどうすればいいかってことだよね。 オンンライン英会話もあるよそれから生徒はものすごくあのこ,ここに練習するよそういう時にどうすればいいかちょうだいね。うん、で例えばうんとこれいいかどうか分かんないけど中学校の先生なんて今あのスモールトークがうまくできないとかいうことで悩んでやってる人いるんだけどこれはやっぱり先生方練習してできるようにしてもらわない困る。 けれども当分の間はここだけは ALT に任せちゃおうというのもありだよね。うん、なんか話を聞くと,、えーとまあ、その学校に常駐している、まあ、あの先生は違うかもしれませんけどその外,外部からの派遣とかだと結局その授業時間でしか一緒にならないというか本当はそういう事前な打ち合わせ 授業準備との一緒にできれば、いろいろと工夫もできるんだろうけれども、まあ、あのそういう話し合いの時間がないと。だから、そのもう即興で何かやってもらうしかないっていう、多分そういうなんて先生方の本音って言い分もあるんでしょうね。うんまあ、だから、だからどうすんのかっていうことですよね。ALT であれば、みんなスモールトークが日本人の先生よりもうまいっていうか、話が弾むみたいな。 まあ、あのだからう手い人は上手いんでさっきの引き出すんだって上手い人は上手いんで下手な人は下手だと、うんうん、だからそれ言い出しちゃうともうきりがないんで、はい、まあ要するに英語がすぐ出てこないから、うん、例えば生徒が何か返してきたのに「 すぐ返せないとかっていうので、悩んでる人がいるわけですよ。日本人の先生です。日本人の先生ね。ねで、それはまあまあ、うん、まあまあ。比べ、同じ、他の条件同じだったら。うん、それは某。 母でで人の方が楽でしょうっていうこといこすよただ逆にあの生徒がんか日本語でウニャゴニャって言ったのを言い換えてあげるとかね、うん、そういうことは今度はまたねあの日本語はよくできる l t じゃないとできないってことあるから、まあ、そういうことをいろいろ贅沢言い出しにはきりがないけど、うん、一つはそんなこともあるしそ,うそ,うそれからこれ中学校系はそうでいいけど 高校系だとねあのまあ前からよく言ってるけどねあのライティングをしてで今あの割となんかこう分量を書かせる人も少ないけどま書、あ、か,か,か,かせてその添削をその l t に任せちゃうっていうようなこともあるんだけど私なんかよくお願いしてるのはそのまあ、任して帰ってきてその生徒に返却するまではそれでいいかもしれないけどちょっと面白いねあのものがあったらそれをこの国 黒板でも何でもも何いいからそこで先生と a LT と JT でやり取りしながらこの、うん、まあ添削というよりか何て言うのかなこういうふうに書いたらどうなっちゃうのとかそんなことをこう話し合うと、うん、これ結局スピーキングリスニングでもあるわけですよね。あの先生、まあ、生徒がまか、あ、間違えちゃ例えば生徒が間違えて書いちゃった文が。 あったたりした時に、うん、だからそ,のそこに LT の人が<ー>こ,こ,ここはね定冠詞が入らなきゃいけないんだよザなんだよって言った時にね、うん、じゃあザじゃああだったらどうなっちゃうのうん、うん、って聞いてあげると面白いと思うわけ確かに何か時制とかでもできそうですよねここなんか現代官僚系で書くと<う>過去系ととかね現代官僚進行系で書くとかでニュアンスがどう違うのとかっていうのはちょっと日本人の我々だと わかかかかんから、ねうんかんなないとかあるけどそれで,で生徒にき「君らなんか質問ある?」とか、うん、言ってあげるとそうすると「あこういうことでも面白いのかな」とかっていうことはありかなと思いますけどね、うんうん、そういうんだろうコ,コミュニカティブライティングじゃないけどなんか、うん、<laughs> そのフィードバックを先生と先生その ALT とのやり取りの中で こう出してていいくっていうその時にね、うん、あの正しい間違いっていうかそれだけでこうや,やるんじゃなくてね、うん、に日本人はどうもこ,ここどっちでもいいような気がするんだけどなんかそんうう,ん、そうすると,と,いうこと結構生徒も何て言うんですかねライティングするときにやる気が出るというかただこう書いて提出して赤で返ってくるだけだとその赤をあんまりこう見なかったり。 するんだけども授業中にそううネイティブスピーカーの先生があこういう意味になっちゃうよみたいな感じで言うと、あそうなんだ、やっぱこの低監視とあの不低監視の違いだけでもこんなに意味が違うんだとかそういう感じになると、やっぱり、うん、な日本人としては監視をすべてこう理解できているわけではないので、うん、ネイティブスピーカーに聞く意味があるのかなと僕はあ,のある中学校の先生に頼んでね。 うん、やって面白かったのは「えっと、He washes his face」っていうのがあってそれをあの「えっと uh, His face」じゃなくて「our face」にした人がいるんですよ。<laughs> でそれは間違いこれは「His」だっておし、うん、直しておしまいだとつまんないから「あのまま」にしたらどんな感じになるわけって。 <laughs> そういう話をしてくださいよって言ってしてもらったらもうネイティブスピーカーがう,ーう,ーうー気持ち悪いってわけ生徒は何で気持ち悪いのか分かんないわけね、うん、それでどういう状況になるのかって誰の誰かの、うん、フェースになるものを,う <laughs> をやってねもしシーズフェースだったらこ,うこんな感じだ,だけどこんな感じは嫌でしょうみたいなそうすると生徒すっごく喜ぶわけよ。うん 面白いわけ、うん、そうすると何だって監視とか低監視とかなんか難しいことかと思ったらそういうことかみたいなね、うんえー、こともあるんでそんなふうにやるとそれからあとはやっぱりこのコロナのことであ,あればやっぱり教材作りなんかにねあの ALT、ーうん、の人がこうしては買ってくれるといいよねつまり、うんうん、よく知っているネットスピーカーがオンラインでだからオンライン英会話を、うん <laughs> 学校版で <laughs> はい、はい、もう校内でもいいわけですからね密を避けるために違う部屋に LT がいてもいいそれでまた今度ねあの対面授業じゃなくしましょうなんてな,なっちゃうかもしれないな,、うん、なってほしくないけど、うん、そうしたらあの新しい教材をそれでどんどんその自宅にいる生徒に流したりねそういうこともするし、うん、それからそのなんかこうプリント形式のハンダオートみたいなものも 作っそういうんからティームティーチングって言ってもその場に2人必ずいなきゃいけないっていうふうにしちゃうとすごく苦しいけど、うん、そうじゃないことはあり得るかなとか、うん、それからあとあの私はこれ,これもやっぱり中学校なんだけどよく言ってるのはあの、えー、とさっきのプラクティスでいっぱいそのペアワークなんかさせる時に先生方 こう機関巡視じゃないなんだろうなんかぐるぐる回ってるけど、うん、一,あの一斉にわーってやってるからよく聞こえないでしょ。うん、でそうすると生徒どのくらいのことができてるのかわからないってことをよく言う人はいるのでこれはあのティームティーチングじゃなくてもねなくても先生がそのパートナーになってね、うん、それでえー、っと要するに5回10回やるんだったらそのパートナーをこう変えていくいかざるをえないわけじゃないですか。 そういう時にこのその代のわりの中のパートナーの中,の中に入ってしまってそれでこう動いてくださいということをよく言ってるんですよ。うん、でこれは欠席になって奇数になっちゃうとペアワークできないからそうするとあ,のある特定の生徒にだけ先生がくっついてるってことよくあるじゃん。うん、であれが幸運なのか不幸なのかよくわかんないけど、うん、<laughs> 生徒としてはなんかずっと先生とやんのかいみたいな。うんうん だけどこれがあの実は欠席なくて偶数だとうっ入っちゃうと一人余っちゃうじゃないこれがティームティームチングの強みなんだよね先生2人いますから2人で入れば余人ん二2人で入っちゃえばあの偶数の時はいいし奇数の時はどっちか1人が入ればいいしそういうことだってこれは本当にくだらないことのようだけど実は非常に大きいんですよね。それれずっっとこう回ってれば 生徒と一対一対でやれますからそんなこともできるしいろんな,あのなんか利用方法はあるんじゃないかなという気がしますけどなんかあの音読の評価とかっていうのはどうですかね生徒が読んだものとかを ALT の先生になんかまあ評価っていうのかなコメントもらうのでもいいしなんですよそういうなんかネイティブスピーカーの目で見て。 どうだみたいなのに、だからそ、それも結局相手、相手の能力だよね ALT ああ次第、まあ、日本人の先生だってそうだけど、そうです。なるほど。なんかあの、えっとあ、相手がネイティブスピーカーがいるということで、普段は日本人同士で喋っているときは、なんかやる気のギアが入らないんだけど、相手がネイティブスピーカーになると、本気が出せるみたいな。 それはありますけど音読ではそうはないですねあの普通のやり取り要するに、はい、会話ではあるってことをよく言いますね。うん、あのなんかものすごく私と喋るとる時全然あんなこと喋ゃんないのに何、うんえー、ていうか初めて聞いたよそんなこととかっていうのを ALT AL から聞いてなんかがっかりしてる先生もいるから確かにそれはありますけどね。うん うん、だから音読なんかはやっぱりんだろうその通じちゃうのか通じないのかとか、うん、通じにくいのかとかそういうものをなんかこうコメントするんじゃなくてこう「うん、えっ?」こうやってくれるだけでもいいんだけどこれはだけどやはりそれからライティングなんかだとねその、えー、と添削してもらう時に。 日本人の先生だとこの子は何を書きたくてこう書いたかっていうのが割と想像できることがあるんだけどえっとネイティブスピーカーの場合は分かんないことがあって、うん、変な逆なんか違うように直しちゃったりとかあるいは本当は間違ってんだけど表面的に合ってるやつをパスしちゃったりすることあるわけじゃない。うんうん だからそういうところはやっぱりなんとかネイティブ任せるにはなかなかできないけれどもさっき言ったようなあの、うん、合同添削みたいなものはできるしそれから一対一添削もありだと思うんですね。1対1添削 1>、うん、だから返しておいてはい、はい、それで一人ずつそのなんとかさんのとこ行ってで<の>話し合いなさいね。だから言ってみれば ネイティブスピーカーはあの受け取って添削して返すんじゃなくてうん、うん、とにかくその場でやっていくっていう、うん、だから自分の書いたものを生徒に読ませてもいいじゃない最初ああはいはいそれでちょっと待って今何つったっけとかっていうそれやり取りは全部英語だから、うん、だからスピーキングの練習にもなるあそうですね生徒が書いた自分の書いた作文を LT に読み上げてそうそう ちゃんと通じるかとかっていう。そうそう。だからそれをだから廊下でやっててもなんかしててもいいよ、うん、くて、であともうあ余ってるじゃなくて本体は<ー>えっと ZT の先生がなんか違うことをやってると、うん、いうのこれは二人でないとできないからこれ。そうですね。うん。だからまあ今でもいろいろあるんですよやり方は。はい、うん。 そろそろいいお時間にな,りになってしまったんですけど、<laughs> まあなんかこの話はね、あの私たちシェルパがやってる、日頃の日本人の先生が1人でやってる授業の形式が、そのプラクティスをどんどん増やしていこうみたいに、ちょっとずつ変わりつつある中で、ALT とか、他にも多分まだそういう風に、ずっと今まであったけど、うん、やり方が変わるものとか、あるいはどんどん新しいものが次から次へと入ってきてるって現状もあるので、このあたりの話題はなんかまた別トピックでもシェルパチャンネルで。 扱いそうだなっていうふうに思いました。はいはい、じゃあ、きりが良さそうなので、ここまでにしたいと思います。<laughs> 次回もぜひまたご覧ください。はい。さようなら。はい、どうも。また。